山田さん、おはようございます。おはようございます。今日はどっちに何に行くんですか？今日は天気もいいんで富士宮のふもとっぱらの方ですかね。あ、いいですね。準備します。のっけからウイスキーで行っちゃう？飛ばしてく？ウイスキーボンボン？魚生さんにてお刺身をゲットしましたね。美味しそうなお刺身をゲットしたんで、とりあえず午前中はね、着いたら食べていきます。地酒を買いに山木さんに来ました。酒の山木。あなたは誰ですか？僕は大和。お酒の大和。朝霧高原入りました。朝霧高原に入って今もう少しで麓っぱらに着きます。そこでちょっと今いろいろ買ってきたからね、お刺身とあとは地酒。地酒、何の酒だっけあれ？山木さんっていう酒屋さんの、はいはい、オリジナル、なんか酒造とコラボして作ったオリジナルのお酒の原酒、うん、原酒、うん、純米吟醸。純米吟醸、うん、美味しそうだね。楽しみです、うん、それを昼間からやってしまうという。やっちゃいますね。悪態づいてますね。行きましょう。了解です。着いたー。元っぱら着きましたよ、松さん。はい。受付をするんですね、ここで。そうです。まともな人間じゃない。まともな人間じゃないのがドローン飛ばすみたいな。今チェックインを済ませて場所を決めました。ここはちょっとすごい平日だからすごい空いてるんですけど、あえていっぱい木が生えてる間をにちょっとテントを立てて悪いことします。テントを張っていこう。じゃあパフ。やっとキャンプの設営が終わりました。ご覧ください。お疲れ様です。お疲れ様です。あれはなんていうテントなの？これはノルウェーの、ノルウェーのウィグロ。ウィグロ、ウィグロおじいちゃんのやつですね。ウィグロおじいちゃんの赤です。うん、ワンポールテントらしいです。そう、ワンポールなのに、うん、その外側にサイドポールがあるから、はいはい、こう居住スペースが。ああ、なるほど。普通はこうなってるところを、うん、さあさあ、これがちょっとこの三角なのがちょっとこうなるから、うんうん、中でもちょっと生活しやすい。なるほどね。ヤモト君のワンポールテントをちょっと乾杯していきます。エビスで行きましょうか。お疲れ様です。お疲れ様です。富士山に乾杯。うん、富士山をご覧ください。山本さん、一体何を始めたんですか？ただただこれ山賊マウンテンっていうさ、うん、ガレージブランドなんだけど、はいはい、長川のそれが作ってるショックっていうランターハンガー。あ、これそのライトとはまた別なんだ。そうそう、ライトはライトでベアボーンズさんっていうかわいいどんぐりランタン、うんうん、そいつにハットをかぶせてるんだね。そう、ハット、これ革のハットでね、なかなかいいんですよ。かわいい。でこのランターハンガーかっこいいでしょ、武骨で、うん、大好きなんですよ、ここの具合。確かにこの辺男心くすぐるね。そう、くすぐるんだよね。くすぐったよ、くすぐったよ。根本さんが今悪いことしてます。こんな真っ昼間からお刺身とエビスビールと何を見てるのかと思ったら富士山を見てる、うん、全然人がいないですよ、ほら、ね、いいね、うん、でなんか今建造してるね、あれ管理棟にすんのかね、なんだろう、何作ってんだろうね。こんな感じじゃないか、管理棟でかいの。なんか休憩する場所とかかな。いただきます。いただきます。いただきます。ゴーセイさん、ゴーセイさん、赤貝から。あ、いいね、赤貝から行っちゃうよ。あ、これ半分だと思ってたな。くっついてた、くっついてた。あ、美味しそうです。赤貝まだ生きてる。あ、まだ生きてるんだよこれ。絶対嘘じゃん。絶対嘘じゃん。
さすがにないかな。え、わかんのそれで。叩きつけると貝生きてるとギューってなる。ああ、はいはいはい、うん、でもなんない死んでました、うん、あ、すごい、その香りが。あ、そう、うん、ブリは生きててくる来る来るギューってなる。ブリギューってなるギュー生きてる生きてるってこれだけでなったら相当気持ち悪いよ。あー、甘い。俺もブリに。おお生きてないか。生きてない。叩きつけてもいないし。パフッうめえ。ブリもうまいね。ブリうまいね。うん、うまい、うん、めっちゃ脂が乗ってるね。乗ってるね。うまい。赤身おいしい。うん、おいしい。脂乗ってる。確かに普通の赤身っていうより、うん、なんか半分トロだね。そうだね。なんだろう、まあ、めちゃくちゃうまいな。やっぱあそこのやつは新鮮なのかな。うんうん、うんうん、目の前でさばいてたもんね、うん、確かに。これいいね。あ、これ外外デイズのやつなんだ。それ外外さんだね。この外外デイズのコップ、なんていうのこれ。これシェラカップ。シェラカップ、うん、うん、あ、かわいいね。根本のは、うん、俺のこれね、足のクラフトさん、醤油入っちゃってるけど、うん、へえ。この A が、そうそう、足もの A、 うん、うん、かっこいいんだよね。このとってもかわいいね。これもまた、うん、これ特別な存在はね、なんかゴーアウトのイベントかなんかで買ったやつ。へえ、いいね、うん、これもキャンプ用のやつなの。いや、これ全然ただのアンティークストーブ。リサイクルショップとかで見つけて買ってくるの。これね、東京のみの市っていう、なんか小家具とかさ、アンティークものをさ、うんうん、いっぱいそれで出店したお店があるんだけど、うん、そこで手に入れたんだ。手に入れたね。めっちゃいいじゃん。そう、2、30年ぐらい前のやつだ。2、30年前のやつとかでも、うん、なんかこうやってキャンプの場所だったりとか、そうそうそう、家にあってもなんか、うん、それっぽくなるよね。まあそうだ ね、そうそう。すごい、これがメーターになってる。あ、ちょっとずつ上がってきてるよ。ちょっと4分の3ぐらいになったらさ、教えてもらっていいですか。 OKOKOK。 うん、OK、 ありがとうございます。メーターが可愛い。しかも中にね、これコルクがさ、うん、コルクがついてるさだけなんだよそいつが浮き上がってくる。 それが浮き上がってくるっていう、なんつうの、あれフロート式みたいな感じで言うじゃん、うんうん、トイレみたいな。そうそうそう、あれみたいな感じなのかな。へー根本さん、今度何やってるんですか。このね、私のかっこいいね、うん、レイルロードランタンって言うんですけど、これね、1800年代の、うん、1800年後半だね。1800年っていうと、もう何があった？日本で大政奉還とか。大政奉還、知らないでしょ知らないで知らないです徳川十五代が終わった時ぐらいだよ、うん、なるほどね、うん、その時ぐらいにできた、アメリカでできたランタン。なるほど、うん、じゃあ当時の海賊王たちはこれを持って旅立つ。そうですね、これどあれなん、どっちかって鉄道だね。鉄道の道を照らすランタンなんだけどさ、レイルロードランタンの、うん、これはね、その中でもね、金色でしょ、うん、なんかね、その鉄道員さんが引退とかさ、その定年の迎えた時に、うん、なんかプレゼントとしてこう贈答する用のプレゼンテーション。高貴なものなんだね。そう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 、その普通のやつよりはね、だいぶ、うんうん、でも今の時代になってまた200年の時を超えて1万8000円とかでしょ。そうそうそう、ね、結構いい値段だよね。うん、でも多分安く買えた方だと思うね、うん、確かに。でも200年以上経ってるのにこのクオリティはすごいね。すごいでしょ、うん、かっこいいんですよ。これ視聴者プレゼントですね。ダメですダメですいいね、なんかこれ電気つけたら UFO みたいになるんじゃない。これが楽しみだね。ミネ、さっき買ってきたやつだ、うんうん、特別純米ムロカ750でおいくら。これ1500円ぐらいだったかな。酒の山木さん、はいはい、うん、それがそのなんか地元の修造さんと。修造じゃないでしょ。修造じゃない修造じゃない修造さんできるっつって暑苦しくなっちゃう。
絞りたてのフルーティーで爽やかな味わいをそのまま瓶に詰めました、うんうん、瓶にそのまま詰める、だからその火入れしてないから多分生酒っていう感じだと、ね、だけどやっぱり生が好きこいさん、なんだっけさっきの柔道ジーフーのミヤ、ジーフーのミヤ何それ、何それ富士のミヤ、富士のミヤだから今日はジーフーのミヤのふもとっぱらキャンプ場に来ております。ふもとっぱら迎えてよ、難しいなパーラーふもと床屋みたいになったけどパーラーふもとだね、パーラーふもとで勝手に店出してもらうかあそこの今建造してるところさっきのところ、ね、曲がりして、そうそう曲がりなんかあるかもよ、そのキャンプ場で急に髪の毛切りたくなる人とか、確かにね、私単発の男の子が好きなのとか言ってね、あ、うん、そのちょっと待ってろっつって切りちゃう切りちゃう今からこいつをいただきますか、行きましょう、ミネミネ、どうぞどうぞ、はい、いただきます、はい、いいでしょ、おしゃれです、丸もう丸なんかの、なんかの日本酒のやつじゃん、白鶴だねいきましょう、じゃあお疲れ様です、本当だ、このなんか生だねフレッシュ感がね、フレッシュ感が伝わる伝わる、全然辛くないね、うん、なんかこれがないギューってなる、あーあーうまい、これまた魚だわ、あー確かに刺身だわ、最高だわ、このねブリとね、おおおおいしい、うんうんね、何とやった、ブリと、ブリと、わあ、それは、それは訴えられるよ、ね、そろそろ準備をしますか、行きましょうか、今日のメイン、メイン、もうね私結構キャンプ場じゃあんまり調理し、うんうん、するのめんどくさいんで、うんうん、もうだいたい9割8割9割はもう家で仕込んできちゃうんだよね、なるほど、うん、今日はねミルフィーユ鍋出しちゃいますよ、うん、じゃがじゃーん、テレレレレレテレレレレルンテレレ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 BGM がダサい。エッチでしょ。うんない。豚バラミルフィーユしてきました。わあ、美味しそう。これなんか白だしかなんか入れんの？これ今日ね味噌と豆乳のミルフィーユ鍋にしようかと思って、この後プース作るんですけど。うんうんうん、それを流し込んで煮て、なるほど、しゃぶしゃぶするんだね、しゃぶしゃぶしてもいいし、うんうん、ミルフィーしてもいいし、なるほどね、うん、楽しみです、うん、火をかけていく、火をたかないのは初めてかもしれない、ああそれね調理でね、うん、プラスまた別で焚き火をするっていうのも贅沢だもんね、そうそうそう、デレレレデレデレレレレだいたい登場シーン系で、あれ確かに、うん、美女が確かに、うん、逆にジョ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 、それだっけ、それだそのやつだっけ、それは分かんないB 面じゃない、 B 面、 B 面なのかなダイヤモンドだねの B 面が M なんだよね、へえー、そうなんだ、うん、確かそう、え、ヤマトはちなみにどっちなのかド M いやだいぶ暗くなってすごい寒いですね。そうですね。なんかちょっと焚き火の準備をして、うん、でちょっとお腹も減ってきたから、さっき鍋かけようと思ったけど、もうちょっと待とうっていうので、うん、これから日も暮れてくる頃に合わせて焚き火の準備をしていきましょう。行きましょう。お願いします。